みんな、こっちに。みんな目が覚めたでござるか。雄夜浄土への君臨を果たした後の夜明け。お嬢様はすでに次の朝。オイラたちもぐっすり寝。はい。で、先ほど水裏の番で見たのですが、それに今回はモナカ。これまでの元凶。メギストス卿。いえ、そんな、あまりにも貧相。すべて言ってしまっているでござるな。一般的に先生術師はとても超越した存在だと思わ。そんな愚昧な期待、私あたいもだ。別に期待してないってわけじゃないけど、モナ平常心を保てるも。そうだぞ。それにモナの元凶に行こう。そうですか。過度な期待がなければ。水裏の番によると、すでに元凶についているようですね。まずは入り口を探しましょう。あれじゃないか？見たところ。もしかして。まさか、私。問題はそこではないと思う。怖いのですか？いいで、始まった。泳ぎへの自信による自慢が始まった。お嬢様。先に行っていますよ。あ、モナが池の中に飛び込んだぞ。ともそう。うわあ、あたいこんなの見たこともないぜ。おいモナ、あんたの元気。雄夜浄土には少し劣るけど悪くはないわ。はあ、おばばに叱られている授業とかじゃなく、天才先生術師の元気では早速。
俺は見張りをする。行くなら俺を呼べ。動くべきだ。私は精神と共にあれ。
かねてより先生術とは私にとって誇りでした。私の声、これはまさか。私はこの学問の価値を信じ、先生術を通して万物の運行規則を垣間見ることができると確信しています。よりにもよって私の人々は、私が占いができると知るとこぞって私に聞きます。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るだろうか？私は正直に彼らに結果を伝えました。誠実とは悪を招くもの。しかし私は崇高なる先生術に嘘をつくことはできません。先生術なんて嘘っぱちだ。冗談も大概にして、少し一人になりたい。今すぐ出て行ってくれないか？彼らの失望した表情は、私へと突き刺さる鋭利な刃となりました。予想はしていましたが、やはり悲しくもあり、それはまるで奈落の底へと落ちていくかのようでした。メギストス教。そう慰めないでくだ。こういう時は何も いりません。先ほどのは以前の私が感じて経験を積んだ今は、もう素人の意見に心が揺れ、宮廷大魔道士であるメギストス教にも他者に誤解を抱かれる生活は、実はこういうことに耐えられず、でも私は天才ですから。他のこんな壮大で綺麗な場所でそういうこと言うと、うんうん、その水を差すよ。ではここ一帯の問題を解決。
周りの様子が変わった。どうやらモンドの産地のようですね。でも周りは変わらず、果て先ほどのように入れる池があたりにあこっちだ。おや、ちょ、水面に何これって絵か。とある地点を指して、私に皆をそこへ導かせようとしている。どうしてあなたが先頭を。まあいいです。外金はまた別料金だ。もう待ちきれない。Yeah.
よっ。トン。いや。よっ。行くぞ。は。トン。よっ。行動するのだ。ここに留まっているわけにはいかない。Thank you.
騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。Thank you.
行こう、次の目的地へ。行動するのだ。ここにとどまっているわけにはいかない。
騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。
Thank you.
生術は真実を顕現させることができる。しかし誰もが自分の運命を受け入れられるわけではありません。ですが構いません。壁に当たることも先生術の修行の一環です。彼らを説得するには私が強くなるほかないのでしょう。山で知らない冒険者に会いました。彼は私と同じように果実を取りに来た人で、私にも分けてくれました。そのお礼として彼の要求に応え占いをしてあげたのです。結果はおぞまし、彼は黙っていました。意外なことに彼が私の占いを疑うことはありませんでしたが、とても困っている様子でした。それでも前に進まなくてはならない。冒険者が困難を恐れてはならないんだ。そう言って彼は再び登山用リュックを背負い山頂を目指したのです。ですが、このことは終始私の心に残っており、拭い去ることが。その冒険者、私は彼に一度しか会っていません。あれからもう3年余り過ぎているので。でもその人がまだ生きていて、お前のか悪いことになると全否定し、いいことになると信じて疑わない。そんなのは日々の娯楽であればいいのですが、私が学んでいるのは自らが導き出した結論を否定することは。残酷だが真実でも。普段ならこんなことは言いませんが、せっかくの機会ですし、やはり皆さんに。私たちが研究しているのは聖書であって、もうだから先生術師は嫌われやすいし。なぜそうも騒ぎ立てる。あなたはそれほどまでに交友に。お嬢様は友達になれてとても。違うわオズ、あなたどういうこと。ますます私の趣旨を曲解するのが。おやおや、どうしてでしょう。もしかするとお嬢様がお友達。あたいも別に見識が広いわけじゃないから。先生、人の秘密を軽々しく詮索したり、気に入らない結果を適当に捨てたりする人こそ。もしも運命が二言三言で回避できるようなものであれば、己が本心に従いた。ご本、そんなに私のこ、わかりました、ありがとう。聞こえないわ。まあまあ、そんなこと言ってないで。殿下は池に映し出された。お嬢様の鋭い眼差しだけ。そこまで言うなら仕方ないわね。私は浜辺に行くとするわ。行くぞモナ。はい、すぐ行きます。
またここに戻ってきたわね。まだ物語は続いてる。お腹が痛い。Thank you.
かないぞ。
それは…またモンドの家屋でござる。どうして私の家が…家？おや、これはまた意外ですね。床に置かれた本にラベルが貼ってあるぞ。こっちにも見るからに高そうな醸成本がたくさんあるぜ。部屋のしつらえも実によくできている。決して安くはないでござる。私は時折手元に現金がないだけで本当にビッ…そうだったの？あなたにご飯をおごったり私の家に招いてご馳走したりしたのに。お嬢様、おこ…何時は聖なる恵みを受け。ああそうでした。お母様の作ってくださったシチューとコールド…メギストス教…モンドの料理か。あたいも食べてみたいぜ。ならば何時らにも…え、いいのか。そういえば…拙者も友人…ふむ…手土産などよ…あのお二方は気さくで親切ですので…もし行くのでしたら絶対にあのコールドカットを食べてみてください。とく…それよりも今は目下の謎を解決した方がいいのではないでしょうか。実は…ああそうでした…うわぁ！先生術師は最も奥深き聖書を見抜くことができる。故に傲慢は許されない。もしもこの学問によって自身が何でもできる強大な存在だと思ってしまえば逆に星に見放されることになる。昔の私はなんて盲目だったのでしょう。宇宙にあるす迷うべきじゃないよ。お前が迷ってしまえばたとえ先生術でもお前を救えはしないのだから。おばばはそう言っていました。私たち先生術師は自らの命運を図ることはできないのです。しかし今日この言葉が別の意味を持ち始めたような気がします。人は灯台の導きに従うだけとは限らない。私はそれを初めて理解しました。たとえ前途が暗く危険だとしても彼らは砲を上げ出航する。変えることも逆らうこともできない。だからこそ運命は運命なのです。物事の進行する規則を知り天地の秘密を除く。傍観だけで十分何かを変える必要はありません。この世には完璧な伝説も全てのものを救えるヒーローもいません。私がすべきことは自らの運命をつかむこと。輝かし、さすがは天才先生術師といったところでしょうか。メギ、ありがとうございます。ですが星は宝石のごとく、月は真珠。すっごく綺麗だぜ。こんな元凶を持ってるなんてモナの心にはきっと、これこそきっと私たちがのこの星空はとても美しい。それどころか私この中の全ての星が正しい位置。これは間違いなく私の元凶であり、ここでのみこのような機関を見ることができ。機関？どういう…知っていますか？テイワットの星空は
まるでこの世の失踪した息子はいつ戻ってくる。あの人は私を、病気は治るのだ。どのようなことであろうと、すべてあなたの星屑の奇跡に記録される。しかし世界中の人々のうち、あなたを表す星が軌道上にあれば、それ逆にあなたの星が軌道からですので、占いの結果にある星空は決してこのようなもの。私は皆さんが幸福を、そのためにこれらが無駄なのは知っています。人の運命は夜空に決、それでも占星術以外に人はいつも真実の道の上を生きなければなりません。しかしこの広大な星の海には、あなたと私と星と星は一体どれほどの偶然があれば巡り合えるのでしょう。でもテイワットの星空には常にあなたと私の居場所があります。うん、私は私の今から、私水晶でできた透明な小鳥、綺麗で儚く心を動かす歌を歌う。しかし凡人たちにはそれが見えず、欺瞞だと思った。この世に透明な鳥などいるはずがない。歌など歌えるものか。鳥はそれを聞くと翼をはためかせた。海と山を越え夜空にたどり着き、星となった。その輝きは全ての人を照らせるほど眩しかった。鳥は自身のことが見えるものに、光に従って夜を越え、星をたどって海を渡ることを許した。英知に生まれ、愚昧に囚われる。鳥は一度も不満を言わなかった。それが自身の運命だから。そして、人々に運命を見せるよう導くことこそ、鳥の意義なのだ。ここに戻ってきたってことは、もう完全に元凶。おかし、私の元凶にはファデュや装置の手がかりがありませんでした。それとも私たちに関係するこれらの元凶は、つまりこれらの元凶は謎を解決する手がかりに導いてくれる存在ではなく、誰かが何かをやってこれらの元凶が誕生した、ただの副作。言い換えればこれらの元凶は、純粋なる自我の結晶。皆の者、このことについては初めて島に上陸したあの日、拙者は旅人と共に拙者たちと交渉した研究員が言うには、あの装置は、あ、そう
そう、あの帽子をかぶった。もしかすると精神の乱れと元凶の、そしてそれらすべてはあの破損した装置と関係がある。しかし二つの地、あ、確かに夢と幻覚は区別、私たちと彼らに違う点があるから受けた影響の結果も違う。いかにも、ここ数日の観察からして拙者たちとは、うん、ありえるな。意志の固い人は狂気に陥ることがないから、ただ元凶を生むだけ。その反対で、つまりオイラたちは今すぐ、いえ、お嬢様はむやみに未知の装置を壊すと神、うむ、私の予想が正しければあの装置は、よし、たちは永遠に目覚めない。ところ奇跡を想像する機会、どうやら宝とはあの酔いつぶれているよ。このお酒の匂い、お嬢様、私の翼でか、あ、私にもお願いします。もちろんで、皆の者、近くを、妙ではござらぬか。ファデュイは組織であるのに、それにこの前のふくよかな男もいなくなっている。その理由は、でも酔いつぶれてるみたいだぞ。懲罰の聖戦を下ろさ。お嬢様はみ、いいなそれ。あ、目を覚ましたぞ。あなた、ファデュイですよね。ファああ、愚かで無知なる幹部どもよ、無理やり無人島へ来させ実験を。だから、なんで泣いてるんだよ。一体どんな目にあったんだ。俺と、俺が発明したた、俺の発明があって、愚かな、いや、ぶたないでくれ、もうち、ダメだ、精神がぐちゃぐちゃで。初日に会った時はこのようなよレポート、怒鳴らないでくれフィッシュルだった。私がやりましょう。親愛なる殿方、私を見てください。レポ、おいおい、拙者が、ま、失礼。ふっ、尻が痛い。ああ、それをどこに置いたか。レポート、レポート。よし、よかったな。危うくこいつの耳元で。結局はカズハがお仕置きしたけど、すごくためらってたみたいだな。さあ、探し物は、
おめでとうございます。問題を解く鍵を見つけましたね。どれどれ、うん、やはりこの感知擬態と呼ばれる装置は人間の脳に影響を与えられ、レポートによるとファデュイ幹部はペルシーコフの研究を しかしよくこの島を見つけたな。ペルシーコフは独断専行でここで実験を始めたようですね。どうやら彼らは本当に装置の原理は、それはおそらく極秘なのでしょう。レポートには書いてありません。つまりその神の権能はこれ、うむ、でなければ彼らに、とにかくペルシーコフの実験過程は順調ではなく、技術の未熟なファデュイ兵士によって装置をめちゃくちゃにされ、最も重要な昇格まで弾き飛び、どこかに修理がいかに重要な仕事であるかが伺えますね。ペルシーコフはマッドサイエンティストですが、自分の部下が不幸に見舞われるのを見たくなかったので、切羽詰まった彼は一人で昇格を探しに外へ出た。その後ペルシーコフは狂気に陥りはぐれてしまった兵士たちを必死に探し、彼らを洞窟まで連れて行ってかくまった。島に上陸したあの日、拙者たちが会ったのはこの段階。そういうことです。ペルシーコフは力を尽くし兵士たちですが、そういえば前にあたいたちがここに来た時誰もいなかったよな。そういうことでしょう。良い知らせはペルシーコフは狂気に陥った兵士から断片的な情報。悪い知らせはペルシーコフは彼らの目を覚ますことができなかったこと。その後かとなると、これはまた私と進化たちに出番が回ってきたい。レポートに地図が書いてあります。ま、行こう、次の目的地へ。騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。
それで大丈夫です。レポートには。しばし待とう。
も、や、俺たちの拠点に誰かいるぞ。おい、お前たち、何者だ。待て、あの装置。この装置はオイラたち。このような邪魔さえ入っていなければ、また。ふん。おい、俺を置いていくなよ。ペルシコスさんがまだここにいるんだぞ。あの二人は目が覚めたみたいだな。どうやら、主婦。やったー！じゃあ、オイラたちもここを離れよう。おう！でも今考えると、あそこは。雄野浄土剣え、うん、いっさそれ。よかったです。お嬢様が進化の皆さん、すごくよかったぜ。ここは永遠なるラ。お嬢様はこん、おう、もちろんだぜ。時間、そうだ、リーウェで一番。それから劇を見たかったらウンキンを訪ねるといい。ほう、深淵だ。旅人、拙者に一つ案があるのでござるが、稲妻には焼きスミレウになる食べ物があり、その風味は魚、稲妻で食べたのでござるか。拙者もお主のようにいろいろな、実に嬉しい言葉で。ここにいたんですね。一つ問題が見つかりました。すでに装置を。うむ、それは拙者も気づいていたでござる。ええ、そのか、それに私の水裏の番が元に戻り、使える占いの結果に理解できないものがあったのです。装置によるもの。すみません、それは私にもわかりません。ただ確かなのは、はい、邪魔がなくなり、私も前フィッシュル殿をお守りすると。ええ、お願いし。はあ、彼女たちはのんきですから。おお、なんだ。そっか、金融野郎に連絡するんだな。あれれ、やっと僕に連絡をくれたの。違うぞ、金融野郎。奇妙な装置、神を模した能力。その言い方、僕はただ酒場で小銭を稼いでる銀。こいつ。それよりも、おう、すっごく楽しかったぞ。旅の意味は心の記録にあるんだ。その謎の声が誰なのかは知らないけど、少なくともその点から見て彼女の行動は善意によるものだったんじゃないかな。そうじゃなかったら、確かに。安心してくれたようでよかったよ。じゃあ、思う存分その美しい思い出をすべて記録し、それじゃあ君たちの帰り。金融野郎が大丈夫って、なんて言ったってあいつも神だしな。もう戻ろうぜ。さっきフィッシュルがカニを捕まえに行きたいって言って。こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満た。安心して、危害は加えないわ。というより、私はただ偶然、たまたまここには私と関係する力があった。それが気になって浜辺に降り立ち、島の一切を伺って。本当に面白かったわ。公務で忙しくとも海島、そして後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と
あなたたちの任務はまるで海面上の泡のように私は遠出することができないの。あなたたちのよ言ったはず。私に目的はない。私はあなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。私の名前は気にしないで。おそらく将来その時が来たらきっとあなたも私のことを知るはずよ。